先生にとって創作は何のためにあるとお考えですか？先生は物作るの好き？そりゃ、まあな。阿部さんって先生が家庭教師時代の生徒さんですよね。うん。先生、阿部さんなんですが。エリー？彼女。先生。私を作品にしてくれませんか？